リンゴ、ねぶた、三内、丸山遺跡が知名度とかを支える三種の神器となっている都市、今回は青森市です。なぜ遺跡が三種の神器？これはあれだ、よく三大丸々の3つ目が地域ごとで争われているが、これはつまり3つ目は明確に決まっていないということ。自分はそこにつけ込み、とりあえずパッと思いついたものをねじ込みました。異論は認める。人口は令和4年4月1日現在で272,752人。青森県のほぼ中央に位置し、江戸時代より本州と北海道を結ぶ交通物流の要衝として発展した都市。ちなみに人の理解の範疇を超えるまで発展したのが降雪量。前回札幌の平均 4.85m でやべえとか言いましたが、そんな札幌の記録を赤子の手をひねるように潰すのがここ青森。2016年のアキュウェザーのランキングによると、世界で最も雪が多い主要都市トップ10で堂々の1位。平均積雪量は 7.92m。 ちょっとスケールがもうよくわかんない。